にちは、東京ネット TV リポーターのひとみです。私は今本郷三丁目駅から徒歩5分にあるここ東京ビューティーアート専門学校さんにお邪魔しております。何やら今日はインフィニティというファッションイベントが行われるそうで、早速取材しに行ってきます。それでは早速モデルさんたちにインタビューしてみたいと思います。素敵なモデルさんたちが並んでらっしゃるんですが、その中でもちょっとひときわ目を引く国旗を身にまとっていらっしゃる方にお話を聞きたいんですが、どうですか、モデルさんされてみて。みんなに可愛くしてもらってとっても嬉しいです。で、可愛く仕上がってますよね。ヘアスタイルもなんかアニーみたいなみんなにアニーみたいって言われましたね、かわいいです。ありがとうございます。はい、こちらのモデルさんも素敵ですよね。どうですか、モデルされてみて。いや、最初はちょっと女装するって聞いてどうなるかなと思ったんですけど、まあ、結果うまくいったみたいなんでよかったです。え、もしかして男性ですか。はい、すごいインパクトドレスも左右対称ですごいんですけどね。え、男性でした。はい、こんにちは。男性の方にお聞きしたいと思います。モデルされてみてどうですか。なんかテーマあるんですか。こちらテーマは王冠竜王といって、この作品に入っている素材を四字熟語にしました。素材というとこれは青。はい、青がテーマカラーの青色の意味で、冠がモデルが男なので男性を表してるんですかね。で、竜がこのボディペイントです。で、桜がこのペイントです。綺麗に描かれてますね。手書きですか。そうです。ありがとうございます。ただいまより平成25年度インフィニティボーダレス表彰式を行います。ベストヘア賞、エントリーナンバー53、テーマシーエンジェル。チームの皆さんは前へお願いいたします。おめでとうございます。入賞しましたね。ありがとうございます。なんかこのテーマってどんなテーマだったんですか。テーマお花をイメージしてなんか可愛らしく作りました。すごい可愛いです。もう女の子らしくてね、いいですね。こちらの学校って一言で言うとどういった学校ですか。
一言で言うと、の賑わってる楽しくて明るい学校です。みんなに来てほしいですか？来てほしい。ありがとうございます。入賞おめでとうございます。ありがとうございます。なんていう賞ですか？ね、ベストネイル賞です。素敵なネイルを。うわ、お二人が担当されたんですか？もう一人チームいて、でロスに飛び立ってしまって、ロスの海外研修で、でもその子のおかげで取れました。ね、ネイル、みんなに伝えたいですね。はい、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。入賞しましたね。ありがとうございます。なんていう賞だったんですか？なんていうの、まずベストヘア賞をいただいて、あとあの総合のゴールドで優勝。総合優勝ですね。すごい、おめでとうございます。テーマはどういったことだったんですか？テーマはシーエンジェルって言って、海の妖精をイメージしてやりました。本当に綺麗ですよね。斬新なヘアスタイルですね。本当おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。はい、イベント終わりました。すごく楽しかったです。あの入賞式の時は本当に皆さんの努力のことを思って感動して泣いちゃいました。はい、こちらの学校はですね、本郷三丁目駅からすぐそばにあります。体験入学や授業見学も随時行っているということなので、ぜひ見に来てください。